ただきます。まず頭を左にして、こちら側この部分からこういう感じで包丁を入れていきます。ですか、このギリギリね、海のバイクとかでギリギリに包丁を寝かした感じでしていきます。ひっくり返します。はい、こういう感じで外します。こういう感じです。あとは普通のお魚たちと一緒です。お腹の方から頭を右にして、お腹の方から下ろしていきます。これは基本的です。基本的な下ろし方です。お腹の方からいきます。それではこういう大型では牛刀を使った方がかなり使い勝手が使いやすいです。できます。ちょっと包丁縦気味で、初めから横にしないで縦気味で入れていきます。こういう感じです。いきます。はい、ひっくり返します。はい、またこちら側がこういう感じで入れていきます。縦気味ですね。こういう感じで、これに沿ってこういう感じで入れていきます。そこの時に注意するときは包丁をなるべく寝かすっていうことです。こうね、縦気味だと身がこう、なんだろう、凹凸になってちょっと見栄えが悪いです。なのでこう入れるときはこう包丁を寝かす感じでいってください。こちらで、いきます。